この動画では、社会の歴史分野、昭和、平成時代、戦後の国際社会、経済成長、公害について学習します。チャンネル登録で更新情報をゲットして、今すぐライバルに差をつけましょう。第1問。1989年まで、40年以上にわたって続いた、アメリカとソ連の対立のことを、何と言いますか？正解は、冷戦、冷たい戦争です。第二次世界大戦後、アメリカとソビエト連邦は、政治や経済体制の違いから対立するようになりました。この対立は、1989年まで40年以上続き、大国同士が直接戦火を交えなかったことから、冷戦、冷たい戦争と呼ばれます。ヨーロッパ諸国は、アメリカ中心の資本主義諸国、西側諸国と、ソ連中心の社会主義諸国、東側諸国の2つに分かれて対立し、これによりドイツは、1949年に東西に分断されました。第2問。第二次世界大戦後、北緯38度線を境にして、朝鮮半島の南側を占領した国は、どこですか？正解は、アメリカです。朝鮮半島は、戦争中まで日本の植民地となっていましたが、第二次世界大戦後、北緯38度線を境にして、朝鮮半島の南側を、アメリカが占領しました。第3問。第二次世界大戦後、北緯38度線を境にして、朝鮮半島の北側を占領した国は、どこですか？正解は、ソビエト連邦、ソ連です。朝鮮半島は、戦争中まで日本の植民地となっていましたが、第二次世界大戦後、北緯38度線を境にして、朝鮮半島の北側を、ソビエト連邦、ソ連が占領しました。第4問。1948年、アメリカの援助を受けて、朝鮮半島の南側に成立した国の名前は、何ですか？正解は、大韓民国、韓国です。1948年、アメリカの援助を受けて、朝鮮半島の南側に成立した国は、大韓民国、韓国です。第5問。1948年、ソ連の援助を受けて、朝鮮半島の北側に成立した国の名前は、何ですか？正解は、朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮です。1948年、ソ連の援助を受けて、朝鮮半島の北側に成立した国は、朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮です。第6問。1949年、中華民国は、何という国になりましたか？正解は、中華人民共和国です。中華民国は、蒋介石が率いる国民党と、毛沢東が率いる共産党が争い、共産党が勝利しました。そして、1949年に、中華人民共和国が成立しました。第7問。1950年、北朝鮮が韓国に攻め込んだことで始まった戦争を、何と言いますか？正解は、朝鮮戦争です。1950年、北朝鮮が、武力による朝鮮半島の統一を目指して、韓国に攻め込んだことで、朝鮮戦争が始まりました。アメリカを中心とする軍が韓国を支援し、中国を中心とする軍が北朝鮮を支援しました。朝鮮戦争は1953年に休戦協定が結ばれ、北緯38度線に沿って軍事境界線が設けられました。第8問。1962年、ソ連がキューバに核ミサイルを配備したことで、
核戦争への緊張が高まった事件のことを何と言いますか。正解はキューバ危機です。1962年、ソ連がキューバに核ミサイルを配備したことで核戦争への緊張が高まった事件のことをキューバ危機と言います。第9問。冷戦の終結が宣言された1989年12月に行われた会談のことを何と言いますか。正解はマルタ会談です。冷戦の終結が宣言された会談はマルタ会談です。1989年12月、地中海にあるマルタ島で会談が行われました。第10問。マルタ会談に参加したアメリカの大統領の名前は何ですか。正解はブッシュです。マルタ会談に参加したアメリカ大統領の名前はブッシュです。第11問。マルタ会談に参加したソ連の書記長の名前は何ですか。正解はゴルバチョフです。マルタ会談に参加したソ連の書記長の名前はゴルバチョフです。第12問。冷戦の象徴といえる建築物で東西ドイツを分断していた壁のことを何と言いますか。正解はベルリンの壁です。東西ドイツを分断していた壁はベルリンの壁です。冷戦の象徴といえる建築物ですが、ベルリンの壁は1989年に崩壊し、1990年に東西ドイツが統一されました。第13問。1991年、世界最大の社会主義国であったソビエト連邦が解体して成立した世界最大の面積を持つ国の名前は何ですか。正解はロシア連邦です。1991年、世界最大の社会主義国であったソ連が解体し、ロシア連邦が成立しました。ロシア連邦は世界最大の面積を持つ国です。第14問。1950年から1953年の朝鮮戦争で、アメリカ軍が戦争に必要な物資を日本から輸入したことで、日本国内が好景気になったことを何と言いますか。正解は特需景気です。1950年に朝鮮戦争が始まると、アメリカ軍は戦争に必要な物資を日本から輸入しました。それにより、日本国内では特需景気と呼ばれる好景気になり、戦争により落ち込んでいた日本の経済は立ち直り、1950年中頃には戦前の水準まで回復しました。第15問。朝鮮戦争でアメリカ軍の多くが朝鮮半島に出動する中、GHQ が日本の治安を守る目的で政府に作らせた組織は何ですか。正解は警察予備隊です。朝鮮戦争でアメリカ軍の多くが朝鮮半島に出動する中、 GHQ が日本の治安を守る目的で政府に作らせた組織は警察予備隊です。第16問。警察予備隊は1952年に保安隊に改編された後、1954年に何という組織に変わりましたか。正解は自衛隊です。 GHQ が日本の治安を守る目的で政府に作らせた警察予備隊は1952年に保安隊に改編され、さらに1954年に自衛隊に変わりました。第17問。1950年代後半から1970年代前半にかけて日本の経済が大きく発展し、大幅な成長が続いた時期のことを何と言いますか。
正解は、高度経済成長期です。1950年代後半から1970年代前半にかけて、日本の経済が大きく発展し、大幅な成長が続いた時期を、高度経済成長期と言います。第18問。1956年に政府が発表した経済白書に書かれた一文で、戦後復興の終了を宣言した象徴的な言葉は何ですか？正解は、もはや戦後ではないです。1956年に政府が発表した経済白書には、日本の戦後復興の様子が、もはや戦後ではないという言葉で表現され、流行しました。第19問。1960年に政府が発表した、国民の所得、収入を倍増し、生活水準を大幅に引き上げることを目指す計画のことを、何と言いますか？正解は、国民所得倍増計画です。1960年に政府は、国民の所得、収入を倍増し、生活水準を大幅に引き上げることを目指す、国民所得倍増計画を発表し、さらに経済の成長を進めました。第20問。1960年、国民所得倍増計画を発表した、当時の内閣総理大臣は、誰ですか？正解は、池田勇人です。1960年に国民所得倍増計画を発表した、当時の内閣総理大臣は、池田勇人です。第21問。国民が1年間に新たに作り出すものやサービスの総額のことを、何と言いますか？正解は、国民総生産、GNP です。国民が1年間に新たに作り出すものやサービスの総額のことを、国民総生産、GNP と言います。1968年には、日本の国民総生産、GNP は、資本主義国の中でアメリカに次いで第2位になり、日本は経済大国と呼ばれるようになりました。第22問。1950年代後半、日本経済の急成長とともに、豊かさの象徴とされた白黒テレビ、電気冷蔵庫、電気洗濯機の3つを合わせて、何と言いますか？正解は、三種の神器です。1950年代後半、日本経済の急成長とともに、白黒テレビ、電気冷蔵庫、電気洗濯機の3つは、三種の神器と呼ばれ、豊かさの象徴として人気を集め、普及していきました。第23問。1960年代後半に普及した、自動車、クーラー、カラーテレビの3つを合わせて、何と言いますか？正解は、3C です。1960年代後半には、自動車、クーラー、カラーテレビが普及し、その頭文字を取って、3C と呼ばれました。第24問。1964年、アジアで開かれた初めてのオリンピック大会は、何オリンピックですか？正解は、東京オリンピックです。1964年に開かれた東京オリンピックは、アジアで開かれた初めてのオリンピック大会でした。93の国や地域から5000人の選手が参加しました。急速な経済成長を背景に、戦後の日本の復興を象徴する大会となりました。第25問。1964年10月1日、東京オリンピック開催に先立ち、東京、新大阪間に開通した鉄道は何ですか？正解は、東海道新幹線です。1964年10月1日、東京オリンピック開催に先立ち、東京、
新大阪間に東海道新幹線が開通しました。第26問。1965年、愛知県小牧市、兵庫県西宮市の間に全線開通した日本初の高速道路のことを何と言いますか？正解は名神高速道路です。1965年、愛知県小牧市、兵庫県西宮市の間に全線開通した日本初の高速道路は名神高速道路です。第27問。1970年に大阪で開かれた世界の国々がその産業や文化の成果を展示する大規模な博覧会のことを何と言いますか？正解は万国博覧会です。世界の国々がその産業や文化の成果を展示する大規模な博覧会のことを万国博覧会と言います。1970年にアジアで最初の万国博覧会として大阪で開かれました。第28問。1955年頃、富山県神通川流域で発生した公害病のことを何と言いますか？正解は痛い病です。1955年頃、富山県神通川流域で発生した公害病は痛い病です。主な原因物質はカドミウムです。第29問。1956年頃、熊本県水俣湾沿岸で発生した公害病のことを何と言いますか？正解は水俣病です。1956年頃、熊本県水俣湾沿岸で発生した公害病は水俣病です。主な原因物質は有機水銀です。第30問。1960年頃、三重県四日市市周辺で発生した公害病のことを何と言いますか？正解は四日市喘息です。1960年頃、三重県四日市市周辺で発生した公害病は四日市喘息です。主な原因物質は亜硫酸ガスです。第31問。1965年頃、新潟県阿賀野川流域で発生した公害病のことを何と言いますか？正解は第二水俣病、新潟水俣病です。1965年頃、新潟県阿賀野川流域で発生した公害病は第二水俣病、新潟水俣病です。主な原因物質は有機水銀です。第32問。痛い病、水俣病、四日市喘息、第二水俣病の4つを合わせて何と呼ばれていますか？正解は四大公害病です。痛い病、水俣病、四日市喘息、第二水俣病の4つを合わせて四大公害病と言います。第33問。1967年に制定された公害の種類や工場が守るべき基準を示した法律は何ですか？正解は公害対策基本法です。1967年に国は公害対策基本法を制定し、公害の種類や工場が守るべき基準などを示しました。第34問。公害問題に政府が対応する必要性の高まりを受けて、1971年に設置された国の役所は何ですか？正解は環境庁です。1971年に設置された国の役所は環境庁です。
第35問。地球規模の環境問題にも対応するため、1993年に公害対策基本法に代わって制定された法律は何ですか？正解は環境基本法です。1993年には地球規模の環境問題にも対応するため公害対策基本法に代わって環境基本法が制定されました。第36問。2001年環境庁は何という役所に変わりましたか？正解は環境省です。2001年、環境庁がより強い権限を持つ環境省になりました。第37問。1973年イスラエルとアラブ諸国との間で起こった戦争のことを何と言いますか？正解は第四次中東戦争です。1973年イスラエルとアラブ諸国との間で起こった戦争は第四次中東戦争です。第38問。1973年の第四次中東戦争をきっかけに石油価格が大幅に上昇したことで、石油を主なエネルギー源として多くの石油を輸入に頼っていた日本などの国々が大打撃を受けたことを何と言いますか？正解は第一次石油危機、オイルショックです。第一次石油危機、オイルショックは1973年の第四次中東戦争をきっかけに石油価格が大幅に引き上げられたことで起こりました。石油を主なエネルギー源として多くの石油を輸入に頼っていた日本などの国々は大きな打撃を受け、日本の高度経済成長期は終わりに向かいました。1979年にはイラン革命をきっかけとして石油価格が上昇し、第二次石油危機が起こりました。第39問。1989年、昭和64年1月、昭和天皇崩御により元号は何に改められましたか？正解は平成です。1989年、昭和64年1月、昭和天皇崩御により元号は平成に改められました。第40問。1986年12月から1991年2月頃まで日本で見られた空前の好景気のことを何と言いますか？正解はバブル景気です。1986年12月から1991年2月頃まで日本で見られた空前の好景気のことをバブル景気と言います。多くの資金を持つ企業や銀行が株や土地に投資するようになり、株や土地の価格がバブルのように実際の経済成長以上に大きく上昇しました。1990年代に入り株や土地の価格が大きく値下がりしたことから、バブル経済は崩壊し、平成の大不況と呼ばれる不景気を迎えることになりました。第41問。1989年、国の歳入を補うため新しく導入された税金は何ですか？正解は消費税です。1989年、国の歳入を補う新しい税金として消費税が導入されました。消費税の税率は1989年の導入当時は 3% でしたが、1997年には 5%、 2014年には 8%、 2019年10月には 10% に引き上げられ、一部の税率を 8% に据え置く軽減税率も導入されました。第42問。1992年に成立した自衛隊の海外派遣を可能にする法律は何ですか？正解は PKO 協力法です。
自衛隊の海外派遣を可能にする法律は、PKO 協力法です。PKO 協力法は1992年に成立し、この法律に基づいて、初めて自衛隊がカンボジアに派遣されました。PKO とは、国連平和維持活動のことです。第43問。1995年1月17日、淡路島北部を震源とする大地震により発生した災害のことを、何と言いますか？正解は、阪神・淡路大震災です。1995年1月17日、淡路島北部を震源とする大地震が発生しました。この地震による災害を、阪神・淡路大震災と言います。大都市を直撃した大地震だったため、建物の倒壊や火災などで、6000人以上の人々が犠牲になりました。第44問。2011年3月11日、東北地方の太平洋沖の海底を震源とする大地震により発生した災害のことを、何と言いますか？正解は、東日本大震災です。2011年3月11日、東北地方の太平洋沖の海底を震源とする大地震が発生しました。この地震による災害を、東日本大震災と言います。太平洋沿岸部には、巨大な津波が押し寄せ、各地に大きな被害を与え、死者、行方不明者がおよそ1万9000人にも上る大災害となりました。また、この地震や津波によって、福島第一原子力発電所では、重大な事故が起こりました。第45問。年号を埋めてください。大韓民国、韓国と、朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮が成立する。中華人民共和国が成立する。朝鮮戦争が起こる。国民所得倍増計画が発表される。池田勇人内閣。東海道新幹線が開通する。10月1日。東京オリンピックが開催される。開会式。10月10日。公害対策基本法が制定される。第一次石油危機。オイルショックが起こる。第二次石油危機が起こる。正解は、1948年、大韓民国、韓国と、朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮が成立する。1949年、中華人民共和国が成立する。1950年、朝鮮戦争が起こる。1960年、国民所得倍増計画が発表される、池田勇人内閣。1964年、東海道新幹線が開通する。10月1日。東京オリンピックが開催される。開会式。10月10日。1967年、公害対策基本法が制定される。1973年、第一次石油危機。オイルショックが起こる。1979年、第二次石油危機が起こる。です。第46問。年号を埋めてください。消費税が導入される、税率 3%。マルタ会談が開かれる、米ソが冷戦終結を宣言。東西ドイツが統一される。ソビエト連邦が解体し、ロシア連邦が成立する。PKO 協力法制定、自衛隊がカンボジアへ派遣される。環境基本法が制定される。阪神・淡路大震災が起こる。1月17日。サッカーのワールドカップが日韓共同で開催される。東日本大震災が起こる。3月11日。正解は、1989年、消費税が導入される。税率 3%。マルタ会談が開かれる。米ソが冷戦終結を宣言。1990年、東西ドイツが統一される。1991年、ソビエト連邦が解体し、ロシア連邦が成立する。1992年、
PKO 協力法制で自衛隊がカンボジアへ派遣される。1993年環境基本法が制定される。1995年阪神・淡路大震災が起こる。1月17日。2002年サッカーのワールドカップが日韓共同で開催される。2011年東日本大震災が起こる。3月11日です。問題は以上です。今回は昭和・平成時代、戦後の国際社会・経済成長・公害についての学習でした。定期的に繰り返し視聴して知識を定着させましょう。チャンネル登録で更新情報をゲットして、今すぐライバルに差をつけましょう。